吉野さん懐かしいですね。なんかアクセス稼ぎの目的ですかとかね。お金が目的ですかとかってね。コメント欄書かれてることもありましたけどもね。まあそりゃ、ね、YouTube に関してはお金稼ぎの目的であり、アクセス稼ぎの目的ですよ。うん、いいじゃないですか、それはね。だって、少なくともネットで稼ぐことを教えてる私がね。いや、お金のせいためにやってるわけじゃありませんよっていうことはないですよね。どんなところを切っても、 アクセスになった以上現金化していくっていうところができるからお金にもならないこともちゃんとできるわけですよもっと言ったらお金がかかることもできるわけですよねそれがだから暮らすってことかなと思うんですよだからね「いやお金のためにやってるわけじゃありませんよ」って言える身分にはなりたいですよね、うん、あの YouTube に関しては全部お金のためにやってますから安心して視聴してほしいですね だから同じように稼ぎたいって人が見る分に関しましては力になりますよと私は言いますけどもいやお金のためにアクセスしたくないですよっていうんだったらいやアクセスせずにお金がない苦しみにアクセスすればいいんじゃないかなとアク,アクセスアクセスかアクセスって言い方なんか誰かが考えたんですかねアクセスはなんかねこう PV とか接続って意味があっていいと思いますけどもアクセスってなんでしょうねアクセスってちょっと調べてみよう ででも調べる時代ですねアクセクアクセクするの意味休む間もなくことを行うさまアクセクせっせとコツコツうんアクセクっていうのはすごく嫌な言葉ですよね同じ意味だけどコツコツって言ってくれないですかねアクセク働きたくないですよっていうのとコツコツ働きたくないですようん、なんかねアクセクってのは何か やりたくもないことを無理やりやらされてるというような感じでコツコツっていうのはなんか目的に向かって積極的意欲的に積み上げてる感じしますね、まあ、日本人はコツコツ教って言ってねコツコツやれば報われるみたいなことを思ってる人が多いと思いますけども正解だと思いますよまさにねコツコツやってるように見えてアクセクやってるだけっていうのはアクセクはあんまりいい方向に向かわないかなと、ね、なんかそのネガティブな積み上げですよこれできればやりたくないことをやってるというね で、アクセクの由来とかね意味とかなんですけども由来が何でしょうねアクサクの変化形らしいですよもともとはアクサクっていうらしいです細かいことを気にして落ち着かない様へえ目先のことにとられて気持ちがせかせかする様セせかせか」っての出てきましたよ「せかせか」で検索するとなんか「アクセクが出てくるんですかねうん「きゅとする」とかっていう言葉もあるみたいですね シシとしてとか、エイととかね、せっせとコツコツ。うん、印象がだいぶ違いますね。由来にしてみましょうか。アクセク、由来。あ名前の由来ですね。アクセクって漢字があるみたいですね、えー。由来。アクセクするの由来について。アクセクは漢字で、えは、ー、って書いて、 屋根の矢ってて書いて足って書くらしいです屋根足本来は漢語で中国の言葉で「悪くと読み「歯と歯の間が狭い」という意味ああなるほどね「悪セクっていうらしいですよそこから転じて心が狭いことわずかなことにいろいろと関わらってるってことだから「悪セクってのは本当にこう細やかなことを指し示す言葉なんですよね なんか無理,無理やりやらされてるみたいな感じしますねアクセクってあ本来いいことなんですよねこれね細かいことをやってるという細かいことにかかずらわることあでも心が狭いとも書いてるのかつまりアクセクってのは狭いって解釈すりゃいいのかな、うん、通じないですねいっらっしゃい